部員の仲の良さを生かして冬の時期のウォーミングアップに鬼ごっこを取り入れた渋々。去年の台風被害でダイヤグラウンドが使えない時期もありながら、最後まで諦めず逆転勝ちが狙えるチームに成長しました。内野がゲームを作って、1番中村と4番宮内を中心に打撃で打ち勝っていくようなチームです。自分たちが主役なんだっていう感じでゲームを作っていって粘って打ち勝っていきたいと思います。いただきます。